体重測るよ。そう、6万ね。まあ、ちゃんと食べて薬も飲めてますかね。そうね、うん、あれ、なんかいい、行きたがります。行きたがりますね。行っていいですよ。すごい元気ですね。可愛くなったから、うん、テストも気持ちよくなった。入ってく前にもう一回調べたんですよ。はい。これがいつだったか、5月25ね。はい。で、いつだった28か。で、まあ、ここが肝臓ですけども、まあ、GOT がね、108、まあ、44が正常でね、その前はこれぐらいだったんですよ。で、108にちょっと上がってて、50に使ってます。僕は、まあ、この ALP はまあ振り切ってますね、まだ。それからガンマ GTP、これもですね、180、正常14以下ですからね、ちょっと高い。ALP とかガンマ GTP は単純の流れが悪いと上がってくるんで、それとあとビリルビンとこ行った。ビリルビンは下がってましたね、0.1。だから単純の流れがもっと悪くなると、このビリルビンが上がってくるわけで。リパーゼは膵臓、まあ正常ですね。39度。39度。説明しないでください。